どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今動画を撮ってるのが、7月の、23日なんですけれども、2019年、半分、もう過ぎてここから折り返しということで、ここからはですね、結構ブロガーでも YouTube でもやる人多いと思うんですけれども、僕もですね、この2019年ですね、買ってよかったものっていうのを、ちょっとベスト6ぐらいかな、6個ですねちょっと洗い出してみたので、ちょっと皆さんにご紹介をしたいと思います。というわけで今回はサクサクとですね今年のベストバイを、ご紹介したいと思いますので、参考にしていただけると嬉しいです、はい。じゃあ早速いってみましょう。まず、ベスト6ですね、6番目なんですけれども、これ買ってすごかったなと思って、最近よく使ってるのがこちらですね、クレップっていう、防水スプレーです。もうこれは一応動画で紹介しているのでぜひそれ見てほしいんですけれども、本当にアメトーークのスニーカーゲインで紹介されていた、最強の防水スプレーなんですね。本当にこう塗るだけでこう水とか汚れをシャットアウトしてくれて、でスニーカーを守ってくれるというアイテムなので、僕も動画で、白いスニーカーに醤油を垂らしてみるという実験をしたんですけれども、それでもですね全く、シミ一つつかないっていうような、素晴らしい性能だったので。でまだですね結構雨続いてますし、あとこう、夏なんでキャンプとかフェスとか行く時にこれ塗っておくだけで全然、効果違うと思うので、ぜひですね皆さん試してみてください。第6位は、クレップでした。第5位はですね、プレスを僕が作った財布なんですけれども、この中身に関してのアイテムですね。で、僕はですねこのプレストの、中にですね、こうして自分の名刺を入れてるんですけれども、このプレッソが、最小の財布を作りましょうということで、カードサイズに合わせてあるんですね。なので、それに合わせて名刺のサイズも変えて、少し小さな名刺を作りました。それによってこの名刺が財布の中に入るようになって、この名刺を忘れることがほとんどなくなったんですね。この名刺のサイズって昔から結構、一緒なんですけれども、海外の名刺とかっていろんなサイズがあるんですよ。っていうのを、踏まえてですね、名刺のサイズもこう自分に合わせて変えていいんじゃないかということで、変えてですね、ちょっとした変化なんですけれども、それでですねこの名刺っていうものの取り回しが非常に良くなって変わりましたっていう話なので、ぜひですね個人で名刺を持っているっていう方はこのカードサイズに合わせると財布にも入っていろんなところで使えますよっていう話でした。第5位はですねカードサイズの名刺ですね。で、続いて第4位なんですけれども、これも僕の、この財布プレスの中に入っているものですね。これも動画でご紹介した時に反響があったので、知ってる方覚えてる方も多いと思うんですけれども、こういった、カードを作りました。こちらの未来のデビットプラチナっていう、カードで、こちら銀行のキャッシュカードと、デビットカードが一体になったカードなんですね。なのでこれ1枚あれば、お店での支払いもできるしコンビニで現金も下ろすことができるっていうようなアイテムですね。やっぱりこのプレストがすごく小さな財布なのでですね入れるカードの枚数も最小限にしたいなということで、2枚のカードを1枚にしたのが、こちらのカードですね。でかつ決済の時のポイントも 1% ついて、いろんな海外旅行保険とかラウンジとか使えたりする。でかつ街中の Wi-Fi も使い放題になるっていう、すごいカードなので、こちらもですね概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ動画見てみてください。第4位は、キャッシュカード一体型のデビットカードの、未来のデビットプラチナでした。続いて第3位ですね。3位に選んだのは、こちらですね、マッキントッシュフィロソフィーのバーブレラっていう名前の、折りたたみ傘です。見ての通りですね非常に小さな、折りたたみ傘なんですけれども、なんとですねこれ重さが 50g ちょっとしかないんですよ。なのでめちゃめちゃ軽い折りたたみ傘です。本当にスマホの半分ぐらいの重さしかないので、僕はこれを常にバッグの中に入れてるんですけれども、最近急な雨とか非常に多いのでこれが活躍する機会がめちゃめちゃ多かったんですね。でかつですねサイズ感としてもそんなに小さいわけではなくて、大人1人が入る分には全然十分な大きさの傘でこの軽さっていう形なので非常用の傘としても使えますし、あとは UV カットがついているので日傘としても使えるんですね。っていう形で本当に毎日バッグの中に入れてるんですけれども、それのおかげでですね毎日安心して過ごせるっていう、すごいいい、折りたたみ傘です。もう本当にですねこのバーブレラ買ってからは、折りたたみ傘をですねもう全く買うことがなくなったので、そういう意味でもかなり節約にもなってると思います。非常にいいアイテムです。マッキントッシュフィロソフィーの、バーブレラが第3位ですね。はい、続いていよいよ第2位なんですけれども、第2位はですね、こちらですね、無印良品の、導入化粧液ですね。こちらですね、いわゆる化粧水とか乳液っていう、スキンケアの、する前に、使うですね、導入の化粧液になってまして、正直これを使うのと使わないのとで全然肌の感じ変わるんですよ。結構これ周りでもおすすめしてるんですけれども、本当にこれ使ってからですね、肌の調子めちゃめちゃいいですよとか、僕もこれベストバイの中に絶対押しますっていう人も結構いて、で無印の中でもこれかなりの人気商品で、入荷してもすぐ売り切れちゃったり、するようなアイテムなんですね。僕もいろんなものを紹介してますけど、自分の肌とかって体とかってやっぱ一生ものなんですよね。なので、それをしっかりですね、ケアしてあげるために今、僕がめちゃめちゃおすすめしたいのは、この無印の導入化粧液ですね。もちろん普通の化粧水乳液っていうのも、やってほしいんですけれども、その上でですね、さらに、これを使うともっともっと肌の調子が良くなるよっていうアイテムでした。これは本当に毎日愛用してます。第2位は、無印良品の導入化粧液でした。はい、そしてですね、2019年上半期の栄えある第1位はですね、今この動画を撮っている、カメラ EOS RP ですね。最近の僕の動画を見ていただいている方は、確かに分かるっていう方も多いと思うんですけれども、僕ですね、α7R3 っていうカメラをずっと、使っていて、最近ですね、この EOS の RP っていうカメラに、乗り換えたんですね。で、僕は最近YouTube 毎日更新、頑張ってるんですけれども、これが保たれているのはこの EOS RP のおかげといってもほぼもう過言ではないです。非常に小さくて軽くて、でかつバリアングルがついていて、今もこう話しながらですね、画面を見ながら話してるんですけれども、やっぱりそれが、見やすくて、でかつ小さいのにフルサイズなので、めちゃめちゃ、ボケますという感じですね。で、顔認識とかオートフォーカスも非常にスムーズなので、こうやって僕が前後左右に動いてもですね、しっかり食いついてフォーカスを追ってくれますし、あとはですね、付属で出ているキヤノンのレンズ類もすごくいいんですよね。例えばこの RF 35mm っていうレンズがあるんですけれども、これが F1.8 というめちゃめちゃボケるレンズなんですけれども、それなのにこの小ささ、軽さで、さらにフォーカスの速度も速いという形で、レンズもですね、非常に優秀なものが揃ってるんですね。で、さらに言うと、今ですね、この動画を撮ってるレンズとかもそうなんですけれども、キヤノンって今までいろんなレンズ資産があって、EF レンズって今までのシリーズがあるんですね。で、それもこれ EOS RP アダプターかませると使うことができて、その辺のレンズってめちゃめちゃ安いのに高性能のものがたくさんあるんですよ。なのでこうレンズを探すのも楽しいし、本当にこうコンパクトでいつでも動画を撮れるっていう、カメラなんですね。なのでこういうふうにこう動画を撮り始めた僕にとってはもう非常にいいアイテムでした、 EOS RP。なので今年の上半期買ってよかったものランキングの第1位は、僕は EOS の RP と、あとはそのレンズですね、という形にさせてもらいたいと思います。はい、以上ですね、簡単に僕が今年上半期で買ったアイテムの中から特におすすめだよっていう6つのアイテムをご紹介させていただきました。価格帯にですね、ばらつきはあるんですけれども、どれも本当に心からおすすめできるアイテムなので、ぜひですね、気になったものがあれば皆さんもお試しください。はい、それではですね、こんな感じで今日は終わりにしたいと思うんですけれども、この動画がもしよかったらいいね、もしくはチャンネル登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。